時刻は8時を回りました FM 小座をお聞きの皆さんグッモーニングおはようございます11月22日いい夫婦の日水曜日のマイオアシスお相手は小戸春菜ですこの番組は沖縄市中央パーカーベニュー入り口国道330沿いにあります FM 小座のスタジオからこれから2時間生放送でお送りいたします さて皆さん、水曜日から水曜日までの1週間、いかがお過ごしでしたでしょうか私は嬉しいことがありましたよ。FM 沖縄で9月に担当した特番、9本の特番、How to 打ちな嫁という番組なんですけれども、なんとですね、ギャラクシー賞という賞にノミネートされることになりました。 いや、これね、あの、テレビ部門、ラジオ部門、CM 部門っていう部門がそれぞれあるんですけれども、あとパーソナリティ部門とかっていうのもあるんですけれども、結構ノミ、ノミネートをされるだけでも、ええようなことらしくてですね、あの、その結果っていうのは、あの、5月頃に分かるんですけれども、もう今から楽しみだなという感じがします。あ、中野町の一輝さん、えー、15番目の男さん、拍手だったり、あの、クラッカー、 のステッカーありがとうございます。可愛いいですすすねねパパパパチ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 っててツイキャスに、えー、今出てまま、ね、ありがとうござ改めてこの9本特番振り返るとあの本当にディレクターがすごくいい構成を作ってくれたっていうこともありますしあとはゲストの方々が本当に分かりやすく説明をしてくれる専門家の方々だったっていうこともありますしまたあの当日の進行は知念田真一 郎さんがすごく私のことをリードして引っ張って、えー、助けてくれましたしそれにあとは街中でインタビューに答えてくれた方々、えー、だったりとか、えー、あの当日メッセージを送ってくれた皆さん、ね、本当にみんなのおかげでできた番組だったなって改めて、えー、今振り返ると思うところなので是非受賞ができたらいいなと楽しみに思っています。 そして今日のトークテーマはですね、えー、この、まあ、受賞とは関係がないんですけれども今日の11月22日いい夫婦にちなんでお送りしたいと思います。今日ののトーークテーマはいい夫婦の秘訣はいいい、夫婦秘訣ということで、えー、結婚している方は いい夫婦でいられる秘訣あるいはいい夫婦でいるために頑張っていることだったりとかあとは、えー、結婚されていない方は周りの方々に、えー、いいご夫婦がいたら、えー、この夫婦のいいところだったりとか、えー、この夫婦から、えー、聞いたお話などなどいろんな、えー、皆さんが知っているいい夫婦の秘訣、えー、今日のトークテーマをお送りしていきたいと思いますメッセージ送ってくださいねこの番組ではリスナーの 皆さんからメメッセーージや曲のリクエスストを募集しておりますメールアドレスはです、えー、今日曲のリクエストはですね結婚式にまつわるような、えー 曲でお送りしていきたいと思います。えー、メッセージやリクエストは FM コザのホームページから直接送ることもできます。番組表の番組名をクリックしていただきますとメールフォームが開きますので、どうぞそちらからもお気軽にご参加ください。そして FM コザでは Ustream と Twitch で映像と音声ネット配信しております。FM コザのホームページから簡単にご覧いただけますので、そちらもお楽しみくださいね。それでは8時から10時までの2時間生放送。 今日も元気に楽しくお送りしていきます。皆さん最後までお付き合いください。お送りするのは sugar by maroon five。

時刻は8時11分を回りました沖縄市中央パーカーベニュー入り口国道330沿いにあります FM 小座のスタジオから私小戸春菜がお送りしていますこの時間は沖縄地方のお天気道路交通情報をお伝えいたしますまずはお天気から11月22日水曜日今日の沖縄地方のお天気は雨、夕方から曇り ところにより、朝から昼前、雷を伴い激しく降るでしょう。波の高さは3メートル。風は南東の風やや強く、後北の風やや強いでしょう。降水確率は、この後正午までが70%、正午から午後6時までが60%、午後6時以降は20%です。日中の最高気温は24度です。 沖縄本島地方では今日昼過ぎにかけて発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨に注意してください。沖縄地方は前線の影響で曇りや雨の天気となっています。今日の沖縄地方では前線や低気圧の影響により曇りや雨で、ところにより雷を伴い激しく降る見込みです。 明日の沖縄地方では、大陸の高気圧の張り出しに伴う寒気の影響により曇るでしょう。沖縄地方では、今日は発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨に注意してください。沿岸の海域では、沖縄本島地方では波が高くなっています。海上や海岸付近では高波に注意してください。 続いて道路交通情報をお伝えいたします。まずは沖縄自動車道から。沖縄自動車道、この時間は南向けの車線、西原インターチェンジから西原ジャンクションに向けて、この区間が渋滞が発生しております。続いて工事による交通規制、まずは南 えー、北向けの車線から沖縄自動車道北向けの車線中城パーティングエリア付近で工事が行われていますまた近インターチェンジ付近でも工事が行われていまして、えー、この区間では工事による規制があるということですまた南向けの車線は1箇所、えー、こちらは宜野座インターチェンジ付近で工事による規制が行われていますどうぞお近くを通る方は気をつけて通ってくださいね 続いて一般道の状況をお伝えいたしますこの時間だいぶ渋滞が発生しております、えー、まずは県道八十一号、えー、北中ぐすく村戸口交差点で、えー、石田方面に向かう車線、えー、長く渋滞が発生しています 続いても北中城村国道330号こちらは石田方面から図形ラン交差点にかけて、えー、渋滞が発生していますまた同じく国道330号、えー、浦添市、えー、こちらは、えー、南向けの車線がねこ交差点から公営交差点にかけて、えー、渋滞が発生しています えまたその先ですね、えー、大平交差点あたりから、えー、古島インターチェンジにかけても渋滞や混雑となっています、えー、また公営交差点からがねこ方面に向かう車線こちらも一部区間で渋滞が発生しています続いて 県道34号、前原交差点から大蛇名交差点にかけて、こちらは、えー、上下両方向とも渋滞が発生しています。えー、続いても県道34号、えー、こちらは金子交差点から西原方面に向かう、えー、車線 そしてまた西原方面からがねこ交差点に向かう車線でも短い渋滞が両方向とも発生しています続いて県道38号こちらも真っ赤に染まっています西原町坂田交差点から浦添市阿波茶交差点にかけてこちらも両方向とも渋滞が発生しています また西原町酒田交差点では、えー、こちら首里方面に向かう車線でも酒田交差点付近で渋滞となっています、えー、そして国道58号宜野湾市大蛇名交差点辺りから、えー、こちら、アジャー方面にかけて長く渋滞となっています。えー、また 北向けの車線もぐすくま付近、浦添市クマ付近で国道58号渋滞となっています、えー、そして道路工事による交通規制こちらは浦添市公営交差点付近から古島インターチェンジにかけて、えー、両方向とも工事による規制が行われるということです。 えー、そして県道82号、こちら、えー、港向けの車線もアジア交差点付近で長く渋滞となっています、今日各地で渋滞、ひどいようですね、天気もね、えー、FM 小座から見えるお天気も雨が降っておりまして、えー、この天気のせいもあるかもしれません、どうぞ皆さん、安全運転で一日お過ごしくださいね。 以上泥骨情報をお伝えいたしました続いてツイキャスから、えー、全国のお天気情報をお伝えいたします、えー、ルドルフさんからいただきましたありがとうございますはいさいおはようですきっといい夫婦の春菜さんこれからのメグさん 今日も楽しく大阪は冬の曇り空で6度最高気温は15度雨になりそうですよということです大阪もお天気あんまり良くないんですね6度って相当寒いですよね最高気温でも15度ということで、えー、沖縄はね今日は、えー、意外と暖かくて24度、えー、ですからねもうすごい10度くらい気温差があるということなんですねハイ、はい、ルドルフさんお天気情報ありがとう ございます。今日はルドルフさんだけですね。えー、ちょっと寂しいですけれども、えー、コメントは皆さんからいろいろといただいておりますので、後ほどご紹介したいと思います。以上ここまで、えー、お天気情報と道路交通情報をお伝えいたしました。 今日はいい夫婦の日ということでトークテーマはいい夫婦の秘訣でお送りしていますよ早速メッセージいただきましたのでご紹介します春菜さん皆さんおはようございます15番目の男ですよチンチロリンテーマいい夫婦の秘訣お一人様の俺には難しいさ <laughs> よく聞くのは男が尻に敷かれているぐらいがちょうどいいとかとにかく謝れだね 幼なじみの夫婦を見ているとお互いの趣味や行動にあまり干渉していない感じがする。とににももかくにも 人対人だから思いやりが大事よねそんじゃまたということで十五、えー、番目の男さんからいただきましたありがとうございます本当ねよく聞きますよね、えー、尻に敷かれるくらいがいいとかね、えー、とにかく謝ろうとかね男の人たちはね結構冗談混じりで謝ることが大事とか我慢が大事とかね <laughs> 言いますけれどもね確かにねあんまり干渉しないっていうのも確かに私もいい夫婦の秘訣のような 感じがしますねうん、喧嘩がねきっと減るんでしょうね自由にお互い行動ができると <laughs> はい、というのもあると思います確かにね思いやりが大事ですね15番目の男さんありがとうございますえー、そしてツイキャスでもえー、皆さんからいろんなコメントをいただいてますよありがとうございます えー、今日はね、み、え、や、ー、ちゃんペオン・ザ・ビーチさん、おはようございます、私ですと来てますけれども、えー、結構、お久しぶりなんじゃないでしょうか、私のマイオアシス、ありがとうございます。えー、あと、サボちゃん、サボちゃんって言いましたけど、<laughs> サボちゃんでもいい <laughs> 失礼しました、サボさんから、シュトぴっちゃんと雨のマークで来てますが、雨降ってるんですね、サボさんのところもね。はいいありがとうございます えー、あ、あとね。カルチルさん、カルチルさんかわいいラジオネームカルチルさんから名古屋は晴れというのも来てますね。ありがとうございます。あと、コスモさん私初めましてですね。ありがとうございます。はい、えー、チューチュースタンプっていう可愛い,い。なんかスタンプが来てますよ。ありがとうございます。 カルチルさん美人でで嬉しいですってて嬉ししいいいありがとうございますすこれからもぜひ参加してください <laughs> すぐ調子に乗りますからね。<laughs> ということでね、えー、いい夫婦の秘訣でお送りしてますけれども、あのー、私ね最近年齢的にもこう結婚ラッシュ周り結婚ラッシュっていうのもありましてで今年はねす,すごく嬉しいことに披露宴の司会として参加する結婚式が多くてですね でやっぱりどの夫婦もこう結婚式の時にはもうキラキラしててラブラブでお互いを思いやっててあ本当にぴったりだな合ってるなって思うカップルばっかりなんですけれどもまあやっぱりね長くなってくると皆さん様々ざ事情が出てきますよね。 ということで、まあ、うまくいくカップルいかないカップルといいますけれども、ね、なんで最初はみんなあんなにいい感じなのにダメになる方々もいるんだろうって不思議になるぐらいなんですけれどもいいい夫婦ででられる秘訣って何なんでしょう皆さん、えー、聞くところどんなことがありますかぜひ送ってくださいね あとね理想の夫婦芸能人夫婦とか、えー、このカップル好きだなとかそういうのもぜひ送ってほしいなと思います私はですねあんまりこう夫婦っていうくくりで芸能人見てはいないんですけど目に留まってるのはあの川崎のぞみさんとアレクサンダーさんの夫婦あの二人好きですね結構ラブラブであの結構アレクサンダーさんが遊び人キャラで もう浮気とかバンバンするみたいなキャラで,でしょっちゅう,こう奥さんの,の川崎のぞみさんに怒られてるとか。 おしおきをすごいお仕置きをされてるっていうネタとかをこうブログとかでも上げてたりするんですけどでもなんかこうブログ見てるとすごいこうアレクサンダーさんのこの奥さんに対する愛情がすごい感じられるところもあってああここまで細かくこう感情の変化とか見てくれてるんだとかいろいろとこう、まあ、浮気の目を見るとすごい駄目なところですけど、まあ、こういういいところもあるから続いてるんだなみたいなそういうところも 感じられたりしますあと最近で言うとあのぺこ r y u c h e さんねあのお二人もすごいなんかラブラブブででいいカップルですよね初々しくて素敵だなと思いますけれども皆さんは芸能人とかでも、えー、気になるカップル理想の夫婦などいらっしゃいますでしょうかそういうことも教えてくださいね。 ということで、えー、メッセージリクエストをこの後もお待ちしていますメールアドレスは7 6 1 f m k o z a j p 7 6 1 f m k o z a j p まで送ってくださいそれではこのあたりで1曲お送りいたしますえー、っとねリクエストはどちらにあったかなありました中野町の和樹さんのリクエストで Things I'll Never Say by Avril Lavigne お送りします。 時刻は8時28分を回りましたこの時間は琉球新報沖縄タイムスの長官から記事をお伝えいたしますまずは沖縄タイムス総合面から漁船転覆7人不明那覇漁港の漁徳丸パラオ沖410キロ 第管区海上保安本部はきのうパラオ沖の西南西およそ410キロの海上で那覇地区漁業協同組合所属のマグロハエナワ漁船第一漁徳丸が転覆しているのを発見したと発表しました県出身2人を含む乗組員7人の安否は不明です海上保安庁や付近を航行中の漁船アメリカ空軍の航空機なども加わり捜索活動にあたっています 続いて琉球新報総合面です。天皇退位日提案。19年3月か4月皇室会議踏まえ決定。政府は天皇陛下の退位日決定の前提となる皇室会議を12月1日に開く方針を固めました。関係者が昨日明らかにしたものです。 天皇陛下が2019年3月31日に退位し、皇太子さまが4月1日に新天皇として即位する日程に加え、4月30日に退位、5月1日に即位する案を検討しています。皇室会議の意見を踏まえて最終決定するということです。続いて、琉球新報市町村面です。思い出の写真、DVD に、 東日本大震災で失った思い出を復活させたいアジア・チャイルド・サポートはこのほど東日本大震災で被災した宮城県石巻市荻野浜で思い出プロジェクトを実施しました大きな被災を免れた小中学校に残っている卒業アルバムからおよそ1000枚の写真を DVD にまとめ荻野浜の住民らに寄贈しました スタイルドサポートの宮国直樹主任は、卒業アルバムには学校の関係者だけでなく、地域の人たちが写っていた、今は面影すらない過去の姿を写した地域の記録写真を見て、作業をしながら泣けてきたと、写真をスキャンして、DVD に取り込んだ作業を振り返りました住民への起草式は9月28日に荻の浜小浜学校で開かれました。 宮国さんは起床式が始まるまで喜んでもらえるか不安だったが喜びの声しか聞かなかったと笑顔を見せましたちょっとした話の中で始まった授業だが人とつながって形にできた携われてよかったと充実した表情を見せました続いて沖縄タイムス地域面です小座の空き店舗、ホテルに。 部屋サロンやバーが大変身シャッター通りをホテル街道に観光フリーペーパーの発行や広告事業などを手掛けているファンファーレジャパンが沖縄市中央のパーカーベニュー通り沿いの空き店舗をホテルの部屋に改装し宿泊業を営んでいます空き店舗を利用した部屋は現在3室で来年3月までには2部屋も2部屋もオープンします 地元の商店街組合やや沖縄銀行とも連携し、5年以内にに10 20室室から20室に増やすす。計画です同社は2016年7月に通り沿いの2つの空き店舗を改装したトリップショットホテルズをオープンしましたアメリカンカルチャーを紹介する男性向け月刊誌ライトニングが16年に同ホテルを特集し全国各地から観光客が泊まるようになりました 今年4月には3室目の部屋も開店させ現在それぞれの部屋の稼働率はおよそ7割に推移しています部屋の魅力は全店舗の面影を残す作りと3室それぞれの間取りやコンセプトが異なることですもともとヘアサロンやバーキャバレーだった店舗を改装していてヘアサロンだった店舗には髪を洗う洗面台の跡を残したり バーだった部屋には80年代に描かれた壁画がそのまま残ったりしているのが特徴です。10年以上も寝ていた店舗がホテルに変わった。これは通りを繁栄させるきっかけになる。沖縄市センター商店街振興組合の浜日賀理事長は、同社の事業を大歓迎しています。浜日賀理事長は、沖縄市は宿泊施設が少ないと言われているが、この取り組みには、 街に人を集めて活性化させる取り組みだと評価しています。続いても、沖縄タイムス地域面から2つご紹介いたします。県特使体育連へ上りなど競争。コザロータリークラブと那覇東ロータリークラブは1日、 今月26日に開催される第29回県特別支援学校体育大会に向け主催する県特別支援学校体育連盟にストップウォッチや大会のぼり50本救命マットを寄贈しました県総合運動公園で贈呈式があり県内の特別支援学校の職員や連盟職員などの関係者が出席しました コ沢ロータリークラブの川中会長と那覇東ロータリークラブの与那城会長は今後もしっかり継続して支援し,していきたいと話し同連盟の座間美恵里子会長は昨年に引き続き支援してくださり感謝します大切に使いたいと話しました同大会は県内の特別支援学校に通う中学高等部の生徒らが県総合運動公園陸上競技場で陸上競技を競うものです ワンコそば大会出場者を募集中第3回ワンコそば第3回ワンコそば全日本大会沖縄小座場所が12月16日午後1時から沖縄市一番街商店街で開かれます一般の部と小学生の部で出場者を募集しています来年2月に岩手県花,花巻市である本場所が60回記念大会となるため 一般の部はこれまでの制限時間2分から本場所と同じ5分となります優勝者は全国大会に招待されるということです同会事務局の小木野さんとイラミナさんは今回は制限時間が5分なのでたくさん食べることができる大食いに自信のある方や育ち盛りの学生さんなど我こそはと思う方は参加してほしいと呼びかけています 参加は無料で、お申し込みの締め切りが11月30日。申し込み書は、小座信用金庫本店や各支店で配布しています。お問い合わせは、同会事務局まで、電話番号098-932-7736、098-932-7736です。以上、この時間は、琉球新報沖縄タイムスの長官から記事をお伝えいたしました。 今日のトークテーマは「いい夫婦の秘訣」でお送りしています。メッセージは 761-fmkosa.jp まで。 時刻は8時38分を回りました。続いてこのコーナー参ります。キョキョ今日は何の日今日は何の日まずは沖縄手帳からご紹介します。11月22日水曜日、今日は旧暦の10月5日、 敷きで、えー、満潮の時刻が午後8時45分干潮の時刻が午後3時2分沖縄手帳によりますと今日はいい夫婦の日そして、えー、貯蓄奨励民謡募集に応募入選して名曲「足水節」が生まれる1938年、えー、その他南城市埼足堂遺跡 えー、沖縄ワールドガンガラーの谷で国内最古の海気海の器,器ですね湿度の発表2013年ということですよ。はい、そして、えー、もう一つ佐藤ニクソン会議で、えー、会談で沖縄の1972年返還が決定1969年のことだということです。 えー、沖縄手帳からご紹介いたしましたそしてその他の今日は何の日ご紹介いたします11月22日今日はボタンの日らしいです、えー、東京ボタン復職手芸卸協同組合というところが定めているそうですね、いろんな団体がありますよねこの今日は何の日本当に勉強になります、えー、そしていい夫婦の日は通産省が定めているということですよ えー、そのほ四1497年の今日はバスコダガマがインド洋へ出発した日、えー、その他あこれですね1870年の今日当時の日本海軍が国産の金ボタンのついた軍服を採用した日ということでこれにちなんでボタンの日なんでしょうね金のボタンって豪華ですね、えー、そのほ九1938年の今日 シーラカンスインド洋の南アフリカ沖で発見、えー、1950年の今日初のプロ野球日本シリーズスタート1956年の今日メルボルンオリンピック開会1963年の今日アメリカでケネディ大統領暗殺などさまざまな「今日は何の日」があります。 えー、今日が誕生日の有名人はフランスの政治家シャルル・ドゴール女優のバイショー・ミツコさん中田よし子さんなどなどいらっしゃいます今日の誕生花はヘビノボラズという面白いね名前ですけれどもあのまあ黄色い可憐な小さなお花でしたよ花言葉は気難しさだということですここまで今日は何の日お伝えいたしました さあ今日のトークテーマいい夫婦の日でお送りしていますメッセージご紹介しますリスちゃんさんありがとうございますちゃうねんちゃうねんと始まりまして <laughs> いい夫婦の秘訣を探すよりも失敗した夫婦の原因を探した方が失敗しない方法を見つけやすいはい失敗した原因を募集しますと <laughs> いうことですよリスちゃんさんありがとうございますそうですね失敗しましたっていう方もねあの全然気兼ねせずに <laughs> 送っていただきたいと思いますいい夫婦の秘訣でお送りしていますよ えー、皆さんからのコメントもいろいろとありましたのでご紹介いたします。えー、まずルドロフさんありがとうございます。いい夫婦、いくつになっても喧嘩できることかもしれませんね。喧嘩もできなくなったら終わりかもということです。確かにそうかもしれないですね。喧嘩できないってことはね、もう諦めてるっていうことですからね。<laughs> そうか、でも喧嘩してるとなんか仲悪いように見えますけど、まあそれもね。 いい夫婦には必要なのかもしれない。時には必要なのかもしれないですね。でも全く喧嘩しない夫婦もいるみたいですよね。私あの友人で親が喧嘩してるの見たことないっていう人聞いたことあります。びっくりしませんかねえ？喧嘩見たことないとか怒ってるのも見たことないとかっていうのも、うんねえどういうことですよね。どうやって育ったのって思いますけど。 ねすごいなんかバランスの取り方がうまい夫婦なのかな、うんはい、あとねカルチルさんから「会えなくても夫婦なんですか?」と来てますけど、ね、それはもちろん遠距離結婚してる夫婦とかもねいますからねあと単身赴任とかね、えー、あとルドルフさんから「メグさんの理想の夫婦はお父さんお母さんですか?」と来てますよどうですか まあねーということですよ <laughs> まあそういう感じですかねはいそうなるかな <laughs> そうですねあの結婚式で花嫁から両親へのメッセージの中でもよくこういう話もありますよねお母さんが私の理想ですとかね2人が私の理想の夫婦ですとかねうん確かにそういうのもありますよねあとののの中の銀の蛍さん おはようルーさんグーさんと来てますけどあ、春菜のルートメグーのグーかな新しい挨拶ですね <laughs> ありがとうございますはーい、えー、今日はねいい夫婦の日ですね皆さん何かするんですかね夫婦の皆さんは私は何も予定ないんですけど今のところ何かし,しないとね一応ね何かちょっと美味しいものとかはね食べたりしたいですね いい夫婦その秘訣いろいろあると思いますけどさっきも話出たんですがペコリュ u c h e さん私リューチェルさんの,あのインスタグラムをフォローしているんですけれどももうペコさんをすごい愛してる感がもうすごい伝わるんですよ。うん、もう本当に褒めちぎっているのでもう外人みたいだなと思うぐらいうんすごい褒めちぎるんですよ。 なのでそういう褒めてあげるっていうのもねやっぱりきっといい夫婦の秘訣の一つじゃないでしょうか。うん、あのあ大塚健治さんがねあのカルチルさんの「夫婦で一緒にお風呂に入ってましたうちのお父さん」というコメントに対して大塚健治さんが「いいな子供生まれる前まででした」と来てますよ。確かかかにねね子供ができたら、ね、なかなか やらなくなくりますよね私も見たことないもんな親が一緒にお風呂に入ってるのなんてでもカルチルさんのご両親は相当ラブラブだったんですね子供ができても一緒にお風呂に入ってたんですねうんえア、ー、トルドルフさんお互い介護をせずに長年連れ添えばいい夫婦かもですねということですよ確かにね介護が入るとねあの中もいろいろと 関係性も変わってくるでしょうね、うん、健康でいるっていうのも仲良くいるためにも大事なことなのかもしれないですね。はいということでその他も、えー、皆さんいろいろといい夫婦の秘訣お送りくださいね。メッセージは 761‐fmcosa.jp までお待ちしています。でではこの辺りで 一曲お送りします。お送りするのは、ワンオクロックで Wherever You Are。 Bye. さあ、ここでお知らせをご紹介いたします。 えー、FM 小座大忘年会表彰式についてのお知らせです。12月8日金曜日に予定しています FM 小座大忘年会にて FM 小座歴3年以上になる方を表彰します。えー、番組部門、スポンサー部門、リスナー部門の3部門です。リスナーの皆さん、FM 小座を聞いて3年以上だよという方、自己申告で構いません。ご連絡よろしくお願いします。申告の方法はご来局、または おお電話メールにてお願いいたします f m c o の電話番号は0 9 8八9 8 3 4の8 6 5 3メールアドレスは7 6 1 アットマーク FM コザ。jp 七六一アットマーク f m k z a jp です。えー、ただし、表彰は大忘年会に参加できる方のみとさせていただきます。三、えー、年以上聞いてるよ、という方、ぜひぜひメールくださいね。続いて、リスナープレゼントのお知らせです。 アイレディースクリニックプレゼンツ第4回クリスマスファミリーコンサートの一家族分のチケットを10組様にプレゼントいたします。ご希望の方はメールにてご応募ください。件名アイレディースククリニッッチケット希望 本文に氏名と連絡先を書いいてくださいメールアドレスは 761‐FM コザ .jp まで、えー、なおこのチケットプレゼントは FM コザに取りに来られる方限定とさせていただきますアイレディスクリニックプレゼンツ第4回クリスマスファミリーコンサートのチケットを、えー、プレゼントいたします、えー、この第4回クリスマスファミリーコンサート 開催日時がもうすぐですね。明日か。明日、えー、11月23日木曜日、沖縄市民会館大ホールにて、お昼の12時半会場、一時開演、全席自由となっています。わあ出演者豪華ですよ。セブンウッスマブヤープロジェクト C、寺島沙織さん、三谷智代さんが、えー、出演者となっています。 えー、そうですね、一家族分なので、えー、お父さんお母さんお子さん全員を含むチケットのプレゼントということですぜひぜひ皆さん、えー、チケットのプレゼントに応募いただくかもしくは足を運んでいただきたいと思います、えー、アイレディースクリニックのクリスマスファミリーコンサートご紹介いたしましたさあ今日のトークテーマはいい夫婦の日ということで いい夫婦の秘訣でお送りしておりますよ沖縄モンチッチさんありがとうございますおはっちゃん 女子がテンション下がる毎月のあれでぐったりしながら仕事を行ってきますメールかけずにすみません友達はよく結婚するなら気を使わない人がいいよって言います結婚の話したらここじゃ書ききれませんということです <laughs> そうですねいろいろとね語るところ聞くところありますからね結婚の話気を使わない人 確かにこれも重要なポイントですよね。それだけ気が合っているっていうことですしそれだけ気を許しているっていう信頼できているっていうことでもありますからねこれも、えー、大事なポイントですね。えー、あとテントウさんこれね「テントウがんばろうかいさん」お名前変えたんですね。えー、テントーにアルファベットで SUN。 テントさんとなってますよ、えー、ありがとうございます毎週結婚式に関わっている月なんかも多いはずねと、えー、これは司会の皆さんのことですねそうですね毎週となると大変だろうな結構ね結婚式の司会って準備があの結構大変というとあれなんですけど楽しい半分大変半分という感じで まあ、原稿も整理しないといけませんし進行もしっかりあの把握しておかないとこう司会がやっぱり当日取り仕切る立場になるので、うん、責任重大ですからね毎週関わってるとかなり、うん、大変だと思いますね。 はいあとね沖縄もんちっちさんから「3年以上なるかな ?FM チャンプラーからラジオ局自体は知ってるけど FM コザなってからうんーよくわからんですとにもかくにもこれからも愛します」と来てますよ嬉しいですね。はい、えー、ぜひねいいんじゃないですか応募してもらって。 千年以上なるかなということですよ。ありがとうございます。えー、ということで、今日のトークテーマは、いい夫婦の日ということで、いい夫婦の秘訣でお待ちしております。メールリクエストは76、761-fmkosa.jp までお送りください。 ということでこの後九9時台は「ハイサイ沖縄シティオドハルナの使える英会話のコーナーそしてかまどおばあのコーナーなどなど、えー、盛りだくさんとなっておりますのでこの後も楽しく聞いてくださいねちなみに今日の英会話のコーナーも、えーまあ、いい夫婦に関連しそうなフレーズとなっておりますので楽しみにしてもらいたいと思います。そそれでではは時代も元気にお届けしままますチャンネルはそのままで 時刻は9時を回りました。ハイサイ沖縄シティのコーナーです。このコーナーでは沖縄市の役立つ情報を沖縄市の広報誌、広報沖縄からお伝えいたします。ハイサイ沖縄シティ。このコーナーは沖縄市の提供でお送りいたします。まずは、えー 年金保険料控除証明書は年末調整確定申告まで大切に保管をというご案内です国民年金保険料は所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され税額が軽減されます控除対象の国民年金保険料は 平成29年1月1日から12月31日までに抑えた保険料の全額、過去の年度分や追納された保険料、配偶者、家族などの保険料、控除を受けるためには年末調整や確定申告の際、保険料を支払ったことを証明する書類、社会保険料控除証明書の添付が必要です。 こちらは日本年金機構より郵送されますということです。お問い合わせは小沢年金事務所まで、電話番号が零九八九三三の三四三七零九八九三三の三四三七です。または市民課国民年金担当までお問い合わせください。内線番号が二一三二二一三二または 2134 21です続いて第23回沖縄市ハートフル展のご案内です市内の精神改良機関や家族会など各参加団体の活動紹介作品展示や作品作り体験などを行います開催日時が11月28日火曜日29日水曜日 午前10時から午後3時まで、沖縄市役所1階市民ホール、市民ギャラリー及び待合ホールにて開催されます。女性に対する暴力をなくす運動パネル展のご案内です。パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、人身取引、セクハラ、ストーカー行為などを対 など女性に対する暴力についてその実態を知ることで問題意識を持ち暴力をなくすきっかけになるようパネル展を開催いたします開催期間が24日金曜日まで午前9時から午後5時まで最終日は午後4時まで沖縄市役所1階市民ホール、えー、沖縄市男女共同参画センター千葉なクリニックにて開催されています えー、そしてもう1つ第69回人権週間「館内一斉人権困りごと相談所解説」12月10日は人権デー12月4日から10日は人権週間です。 いじめ、体罰児童虐待など子どもの人権に関する相談のほかセクハラや DV などに関する相談家庭内の揉め事などの困りごと相談などお気軽にご相談ください人権擁護委員が相談をお受けします日,日時が12月8日金曜日午前10時から午後4時まで場所が沖縄市役所1階市民ホールにて相談料は無料秘密は厳守します お問い合わせは沖縄市男女共同参画センターまで。電話番号が零九八九三七の零一七零。零九八九三七の零一七零です。続きまして。えー、平成二十九年度緑の募金講習会。多肉植物ツリー作りのご案内です。 開催日時が12月6日水曜日午後6時から8時までコザ運動公園陸上競技場内会議室1、2で開催されます。対象は市内在住、在勤、在学の方、定員は60人で定員に達し次第締め切りとなります。受講料は無料です。 お申し込みは直接または所定の用紙をファックスにてお願いいたします。所定の用紙は建築公園家窓口及び沖縄市公式サイトにて。配布をしているということです。お申し込み問い合わせは建築公園家まで。内線番号が二六六二二六六二です。続いて第二十六回。二千十八沖縄マラソン。 参加者募集のお知らせです大会期日は平成30年2月18日日曜日雨天決行スタート及びフィニッシュが沖縄県総合運動公園受付場所は沖縄マラソン実行委員会事務局受付窓口ファミリーマート全店舗琉球新報社本社北部支社などです。 申しし込み期限が12月日日金曜日で定員に達し次第締め切りりとなります、えー、お申し込み方法や参加料などについてはお問い合わせをお願いいたします10月号の掲載内容に一部誤りがありましたのでお詫びして再度掲載いたしますということです、えー、お問い合わせが沖縄マラソン実行委員会事務局まで電話番号098-938-0088 938-0088です続いて沖縄市ウォーキングフェスのご案内です平成30年1月13日土曜日午前10時から午後1時まで沖縄市民を対象に参加費無料で沖縄市ウォーキングフェスが開催されます会場が 東南植物楽園パラダイスパークにて定員が500人申し込みが必要で定員に達し次第締め切りとなりますお申し込み用紙は11月20日より市民健康課窓口、えー、そして市内37自治会にて配布をしていますまた沖縄市公式サン 公式サイトよりダウンロードすることも可能ですお申し込み期間が12月11日火曜日月曜日から19日火曜日までの1週間お申し込みは市民健康課窓口にて直接または電子メール申し込み用紙を郵送のいずれかの方法でお願いいたしますお申し込みお問い合わせは沖縄市市民健康課健康推進係までお願いいたします 内線番号が22412241 22または22422242 22です続いて FC 琉球の試合日程のご案内ですカタ、えーレ富山との試合が12月3日日曜日午後1時に開催されます会場は沖縄県総合運動公園陸上競技場にて、えー、前売りの入場料が 自由席千円からとなっています。お問い合わせは F. C. 琉球まで電話番号零九八九二三の零五四七。零九八九二三の零五四七番です。続いてクリスマスカードアンドしおり作りのご案内です。コロンビア風パッチ。パーチメントクラフトで素敵なクリスマスカードとしおりを作りませんか。 日時は12月2日土曜日午後2時から4時まで定員が成人の方10人まで材料費は1セット200円申し込み締め切りは11月24日金曜日となっていますお申し込みお問い合わせはコザインターナショナルプラザまで電話番号が098-989-6759098-989-6759です 続いて「思春期子育て講座」の受講者募集のご案内です。スマートフォンインターネットの怖い話こちらの開催が12月8日金曜日午前10時から正午までまた「スマートフォンインターネットの正しい使い方」こちらが12月12日火曜日午後7時から9時。 に開催されます対象が市内在住在勤の小中高校生の保護者および関心のある方場所が沖縄市福祉文化プラザにて開催されます。 店員が三十人、店員に達し次第締め切りとなります。受講料は無料で、託児、手話通訳、要約筆記については要相談ということです。えー、募集の期間が十二月五日火曜日まで受け付けています。お申し込みお問い合わせは障害学習課まで、内線番号が二七四四二七四四です。以上、ハイサイ沖縄シティ。 このコーナーは沖縄市の提供でお送りいたしました。 my aunt 時刻は9時13分を回りました。9時台も沖縄市中央パーカーベニュー入り口国道330沿いにあります FM 小座のスタジオから私、小戸春菜がお送りしてまいります。ここで沖縄地方のお天気と道路交通情報をお伝えいたします。まずはお天気から11月22日 いい夫婦の日水曜日のお天気沖縄地方のお天気は雨夕方から曇りところにより朝から昼前まで雷を伴い激しく降るでしょう波の高さは3メートル風は南東の風やや強く後北の風やや強いでしょう降水確率はこの後正午までが70%正午から午後6時までが60% 午後6時以降が20%です。日中の予想最高気温は24度です。沖縄本島地方では今日昼過ぎにかけて発達した赤ラウの下での落雷や突風、急な強い雨に注意してください。また明日にかけて高波に注意してください。 沖縄地方は前線の影響で曇りや雨の天気となっています今日の沖縄地方では前線や低気圧の影響により曇りや雨でところにより雷を伴い激しく降る見込みです明日の沖縄地方では大陸の高気圧の張り出しに伴う寒気の影響により曇るでしょう沖縄地方では今日は発達した積乱雲の下での落雷や突風急な強い雨に注意してください 沿岸の海域では沖縄本島地方では波が高くなっています。海上や海岸付近では高波に注意してください。以上、お天気情報でした。続いて道路交通情報をお伝えいたします。まずは沖縄自動車道から、この時間全線スムーズに流れているようですが、数箇所で工事による規制がございます。ご紹介します。 まずは北向けの車線、中城パーキングエリア付近で工事による規制が行われています。えー、また、近インターチェンジ付近でも工事による規制があるということです。続いて南向けの車線、えー、こちらはギノザインターチェンジからえ夜間インターチェンジにかけて断続的に2か所で工事による交通規制が行われています。続いて一般道の状況をお伝えいたします。 うん、この時間も普段より少し混んでる感じがしますね。えー、まずは宜野湾市県道34号。こちらは前原交差点から大蛇名方面に向けて、えー、交差点付近で渋滞が発生しております。えー、続いて浦添市。 公営交差点国道3 3号公営交差点で金子方面に向けて渋滞が発生していますまた西原インターチェンジの出入口付近から公営交差点にかけてこちらも渋滞となっていますまた公営交差点から古島インターチェンジにかけてこちらは混雑が発生しております えまたこの区間は工事による規制もあるということですのでどうぞ皆さんえー渋滞でちょっとイライラするかもしれませんけれども安全運転をえ心がけてくださいえまた西原町ですね県道38号こちらは酒田交差点から浦添市阿波茶交差点にかけてえ両方向とも断続的な渋滞が発生しています えー、そして最後国道58号南向けの車線宜野湾市大蛇名交差点付近から浦添市牧港まで渋滞となっていますどうぞ近くを通られる方は気をつけてご通行くださいということでここまでお天気と道路交通情報をお伝えいたしましたここで一曲お送りします by the cardigans さて本日のトークテーマいい夫婦の秘訣でお送りしてますよおめでたいメッセージをいただきましたご紹介しますおはようございますお題いい夫婦大塚健治です本日結婚記念日31年目になりますということですおめでとうございます <laughs> はい、続いても読んでいきますね11月21日私の誕生日結婚記念日を忘れないようにと誕生日に入籍予定でしたが不滅だったので翌日にしました当時はいい夫婦など言われていませんでしたちなみに誕生日は何をすることなく娘が加工画像をくれたぐらいでした今日も何をすることもありません何もしない日常は大切うー泣くもんか楽しい放送を聞いてます いただきましたよ大塚県立さんおめでとうございます三十一年目すごいねすごいいやー、ね、何をすることなくても娘さんがこう画像を送ってくれるだけでもね幸せな日常ですよねこの画像を送ってくれたのかな <laughs> なんか面白い感じの画像ですけど はい、生誕祝いと年齢も言っていいのかな？と <laughs> いう画像をいただいてます。いや幸せじゃないですか。大塚賢治さんね。あとね、これいい夫婦の日って確かに言い出したのって最近ですよね。すごい。先駆けて入籍されてたんですね。30年も前に <laughs> いやあよかったですね。誕生日が前日で。お祝い続きですね。いやー、なんか何かこう奥さんに。 ちょっとスイーツを買って帰ったりとか、ちょっとしてみるだけでも喜ばれるんじゃないでしょうか。どうでしょうか。31年目の夫婦。ね、おめでとうございます。大塚健二さんありがとうございます。さあ続いて、 西原中さんからもいただきましたありがとうございます春菜さんめぐさんおはようございます西原もどんよりと曇ってますようん今日のテーマいい夫婦の秘訣難しいですねいい夫婦かどうかはわからないですけどどんなに喧嘩しても一緒にいたいと思えることかなそれと相手のカッコ悪いところも含めて愛せることですかね 確かにペコリューテルさんとかライゴさん夫婦とか他人の前でもおしげもなく愛情表現するところは見ていて微笑ましくていいですねということですよいやー西原中さんも素敵ですね喧嘩しても一緒にいたいと思えることなるほどですねそしてこれきっと大事でしょうね相手のかっこ悪いところも含めて愛せる うん、確かにねなんかねあの結婚するって結構高いハードルというか高いハードルを設けてる人もたくさんいるじゃないですか。あのなんかこの人が一番って思えないとなんか結婚してはいけない気がするとかいう人あの私の周りにもたくさんいるんですけど特に女の子だとあの夢を持ってというかこう。 この人が絶対この人みたいな人に出会わないとみたいな感じで言う人いるんですけど私別にそんなことないと思いますねうんまあかっこ悪いところも含めていいと思えるか悪いところも含めてその人がまあいいなというか一緒にいたいなと思えるかっていうところですよねやっぱりねはい西原中さんもメッセージありがとうございましたはいということでこの後も、えー、また。 ご紹介していきたいと思いますメッセージも来てますのでね後ほどご紹介したいと思いますそれではこのコーナー参りましょう このコーナーはどこにあるのかどんなところなのかマイナーだけれど言葉には意外と鉛がないとされているアメリカインディアナ州に留学をしていました私、小戸春菜が現地で学んだ使えるとネイティブっぽい英語をご紹介するコーナーです。第27回目の本日ご紹介するフレーズは You mean so much to me.You mean so much to me. ちょっと長いフレーズですけれども you あなた「mean は前にもご紹介しました「意味する」という意味ですね。で「so、much は「たくさん」で「to me」ということで「私にとって」なので直訳すると「えー、あなたにあ私にとってあなたはとてもたくさんの意味があります」っていう直訳はそうなんですけどどういう意味かというと「あなたは私にとってとっても大切な存在だよ」っていう意味です。 まあえー、恋人同士でも使いますし、えー、親子でも使いますし、えー、まあ子供に対してもそうですし、まあ、母親父親に対しても使うしおじいちゃんおばあちゃんに対しても使うしということでいろんな、えー、愛情表現の場面で使うことができる、えー「You mean so much to me」というフレーズですね。であのちょっと言い方を変えて「You don't know how much you mean to me」 といいう言い方もできます You don't know あなたは分からない。How much、えー、どれぐらい you mean あなたが意味するのか ?to me 私にとって。ということであなたは、えー、どれだけ私があなたのことを大切に思ってるか知ることができないぐらい私はあなたのこと大切に思ってるよみたいな意味合いですね。you don't know how much you mean to me という感じでも使いますよ。 あと、この you mean so much to me の so much の部分をえ少し変えまして、こんな言い方もできます。例えば、you mean everything to me。これで、あなたは私にとってのすべてです。という意味ですね。また、こんな言い方もできます。you mean the world to me。World, world ですね。あなたは私にとって世界のような存在です。 こんな使い方もできますよ、えー、こういう表現でね是非、えー、いろんな絆を、ね、深めていただきたいと思いますよ。えー、恋人母親子供、えー、あるいはおじいちゃんおばあちゃんなどなどに対してね、えー、いろんな場面ですごくでもあの 少し重い表現でもあるのであの大事な場面でぜひ使っていただきたいフレーズだなと思います、えー、今日は You mean so much to me をご紹介しましたここまでお送りしたのは使えるとネイティブっぽい英会話のコーナーオドハルナの English from Indiana でした CM の後はかまどーバーのコーナーです じゃあ始まりましたはるちゃんとカマドーバーのゆんたくはんたくはわゆうのお時間ですカマドーバーおはようございますおはようございます今日もよろしくお願いしますはいよろしくお願いします <laughs> 今日は、はい、いい夫婦の日なんですけどいいですねカマドーバー、はい、いい夫婦の秘訣何かありますかお互い優しくすることね <laughs> うん 優しくすることが、一番大事ですか。か、はい、はいはい、うん、そうですね。あの、ゆうずりやってね。はい。とにかく悪いこと、嘘をつかないことですね。ああ、はい。うん、はい。ああ、そっか、重みがありますね。<laughs> かまどばに言われるとね。<laughs> ねいい夫婦でしたよ。はい。<laughs> 過去形ですけど。<laughs> いやいやいや優しかったですいい夫婦でしたね喧嘩もしませんでしたしなかったねうわすごい本当にただ一回だけね怒られたことがある喧嘩じゃないたった一回ですか一番最初の長女を産んだ時に当時今みたいにこんないろんなお土産とかがなかったのよそしてやんばるにいたから女村に住んでいたからあの の親戚にお土産作るってお餅を作ってお土産にしたらね産後熱がね危ないからって怒られてこの回思い出にありますねあとはもう全くしかもね耳の聞こえない私の母も一緒に住んでいましたから。 全く一度も怒られたことない、母をも怒ったことない。そういう夫でしたね。あ、いい旦那さんで見つけましたね。かまどばね。はい、おかげさまで。あ、ちょっと感動して、涙が。あら、まあ。いや、いいですね。そう言ってあ一回のさ、怒られたことがさ。かまどばを心配して。怒ったってことでしょう。そうですよ。思いやりあるでしょう。そう、この一回。うん。 られたやっぱり喧嘩なしでもねうまくやっていく夫婦もいるんですねすごいな嘘はつかないことね悪いことはもうお互いにね流せることは水に流してやっぱりね前向きにいい夫婦でいきましょう勉強になりますありがとうございますはい、かまどばそれじゃあ1週間はどうでしたか はい、とっても炎上しましたね。あらまあ、もうね。はい。小山に乾杯っつってさ。お。加藤とキコさんのね。あ、ライブ行きました。息子たちのおかげでね。おごってくれたの。すごい高価なライブでしたもね。Thank you very much。えどうでした？どうでした？とってもよかった。もう満席でしたね。もう指定席でしたからね。はい。 とってもそして飲みながら乾杯だからね、はい、食べながら、はい、あいや楽しかったですね最高ですね、はい、もう加藤時子さんもそのお酒を飲みながらもう本当に楽しい雰囲気でしたよ、うん、はいやかったですねいい時間が過ごせたんですね、はい、そうですあとまたね、はい、あの明後日月曜日ね一昨日かゴヤの老人クラブの、うんうん、ピクニックでお<う>南部の方にバス2台かか 借り切ってね。どこ行ったんですか。すごい楽しかったですね。ええ。トマネ。トマ。はい。もう、うん。お買い物とか？そうですね。あのファーマーズとか。そうそうそう。うん、いいですね。はい。そうかピクニックっていうのもあるんですね。良かったですね。もうまたあの来年もこのバス二台のオジオバーがね、はい。元気でお会いできたらというそういう願っています。はい、いいですね。お食事はどこに行きました？食事はね、はい。え。 何レストランだったかね。南部のレストラン。そう海の見えるね。あの大きなレストランで。ホテルではなくてレストラン。あそうなんですね。そこでね。はい。美味しかったですよ。もデザートもいっぱいアイスクリームもいっぱい。今年こ今週は5キロぐらい太った。

でも25日に「ランとも」がありますから24日のテレビはちょっとまだはっきり分かりませんね。うん「なるほどランとも」がありますからね認知症のあ<ー>人も家族も友達もみんなんでね「はい、ランとも」があります北海道から沖縄まで毎年がありますけど、まあはい、今年はね私はあの、うん、ちょっとね無理だからランニングとか。 今、うん、今は、うん、今現在はそれでミュージックタウンにこのランともから帰ってこられた方たちに風船を配る、はい、そういう役目になっております。あ、そうなんですね。はい、乾燥してみんないらっしゃいね。マギ風船あげます。はい、皆さん頑張ってほしいですね。<laughs> はい、ありがとうございます。うん、ではそろそろこのコーナー行きましょう。はい すぐ読んでいいですよ。<laughs> ではどうぞ。はい。ゴヤのオイプスのオイプスデンのオイプス一万系ミがいくたる一 <laughs> 万系？うん。ゴヤのオイプスデンなの。 いがたるかっはでですすよねそうごやのウィップスン系はわからないけど、うん、えっと一万系一万回。 一万のこと方言で一万というのよ。違うじゃん。一万って方言では言うわけ。はいはいはい。一万か。ウイプストのメデーナーは老人クラブ。はい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 。うん？もう一回ウイプストのメウイプストデンナー。ウイプストデンナー。そう老人クラブね。はいはいはい。老人がお年寄りがウイプスそう。ウイプスで最後イクタルイクタルはいた。そうそうそう。これはかったと思った。

ではないようですタラマ語にはピクニックはこれ英語でしょそうですはいこれは春菜ちゃんの役目私の担当ですねそうそうそう、はい、<laughs> じゃあ意味としては小屋の老人会で糸満に見に行ったよまあ糸満にピクニックに行ったよっていうことですかねそうですねなるほどとても良かったですありがとうございました、はい、老人クラブの皆さんはい。じゃあちょっと読み方を練習しましょうかはい ゴヤヌ、ウィプトゥン、オイプスト、オイプスト、ウィン、オイプスト、ウィプスト。あのね、これね、一回カマドバから聞いてもさ、この書いてあるカタカナを見て発音しようとしたら、やっぱ難しいんですよ。ね、そうそう。見て読むより、はい。そうで聞いて。格言、ね、がまた大変な。<laughs> そうそうそうこのウイプスのプスプスのところもさうもうなんかすごい表記になってますからねカマドーバそうそうそう, <laughs> うんスーとなんかウーを消したような、ね、う迷ってる書いた本人でさ迷ってる、うん、<laughs> ウィプスウィプスウィプスデンこれで、うん、決していじめてはないですよ <laughs> えー、そうなんですか <laughs> ウイプスデデンってですかそうローディングクラブの、うん メンバーでという。あ、ウイプスデーナー。ウィプスデンナー。ウィプスデンナー。青年会じゃないよ。老人クラブだけですよ。なるほど。ウイプスデーナー。デーナー。老人クラブのね。あ、皆さん方と。あ、皆さん。ナーは皆さん。ウイプスデーナー。みんなで、あの。ウイプスデーナー。そう、老人クラブ。ばっかりで。ね。はい。バスに台 はいあと事務局は別としてねはいウィフスここがポイントですねウィフスでウィフスでなそうはい皆さんも言えますか言ってみてくださいねで一万系糸満に糸満は一万なんですね「み」が「行くたる」「行くたる」見学ねピクニックに行ったよ見学に行ったよピクニックに行ったよ「み」が「行くたる」「行くたる」 え<ん>ええ <laughs> いくたえいくたえよっしー。新聞<あ> <laughs> 読みましたよー。こんにちは。おはようございます。新聞読みましたよ。新聞 <laughs> に載ってたんですか <laughs>、うん、いつも投稿していらっしゃるもん、はいあ。そうなんですか。<う>すごい。 今日ですかって言ってますよ。あ今日じゃない。あ今日じゃない。そうですかってことで行かれました。ありがとうございます。カモドは友達いっぱいいますからね。いますいます。ボーイフレンドの一人。あら。もう何人いるのかな。どんどん出てくるからね。数切れません。うん。そう。はい。ということです。はい。いですか。はい。今日習ったのは。え、もう一回。もう一回。オールストゥデンイプタル。イプタ

面白い。サボさんが初をムジカさんや難しいねタラマゴね,いねはいでも面白いですね <laughs> <laughs> 今日も楽しかった <laughs> ありがとうございます。はハルちゃんとカマドオーバーのユンタクハンタクハワイユでしたまた来週聞いてくださいありがとうございました さあバックでお送りしているのは。 アムロナミエの Can you celebrate? 結婚式の定番ソングですね。えー、今日はいい夫婦の日ということで、いい夫婦の秘訣で、えー、メッセージを受け付けていまして、恋するかっちゃんさんからいただきました。ごご紹介します。ありがとうございます。名グハルルリスナーの皆さん、おはようございます。FM コザ有名リスナーになって3年目になるけど、有名リスナーに選ばれたら、えー、かっちゃん不在で名グなんかちょうだい <laughs> それはおいと て、えー、テーマ「いい夫婦の秘訣」あ11月22日だえっかっちゃんのいい夫婦の秘訣なんてないですわ記念日は覚えているけど9月1日結婚記念日、えー、10月1日嫁と出会った記念日やけど美味しいもん食べに連れて行ってあげてるけどパパと娘が回転寿司好きだから記念日は全部「すーし」。 っていうことで、嫁はあまり生もの食べないから、いつも嫁の雷が落雷してますので、いい夫婦ではないんですよ。以上です。ということです。<laughs> いや、でもね。あの娘さんも好きなんだったら大丈夫じゃないですか？許してくれるんじゃないですか。<laughs> はい、かっちゃんさんも何か何かお嫁さんの好きな食べ物でもね。うん1つでも買っていってあげると喜ばれると思いますけど。 どううなんだろうそういうのやろうって思うのかな男の人は思いつかないもんなのかなうん、えー、そしてまたかっちゃんさんから続いてここで整いました「夫婦」とかけまして「熱々のおでんを食べるとときます」その心はどちらも「似たもの夫婦」「似た」は「似ている」と「おでんを煮る」の「似た」ですねで「夫婦」でしょう <laughs> ということですよハルル何かちょうだいと来てますけどね、えー、今日はピアスしてないからね <laughs> ちょっと何かして何かちょうだいってねちょっと雑になってきましたねカッチャンさんね <laughs> まあでもメッセージありがとうございますいやでもね奥さんの出会った記念日覚えてるってすごいですよねまあ、覚えやすいですけどね10月1日はい、今日いい夫婦の日もぜひラブラブでお過ごしいただければと思いますよ るかっちゃんさんメッセージありがとうございました。さあということでえっ、ー、とね「いい夫婦の日いい夫婦の秘訣」でお送りしていますけれども皆さん何がありますかねあのルドルフさんから「三浦夫妻何もわからないからかも」と来てますけれどもあの「いい夫婦」の芸能人ランキングで三浦智和さん山口百恵さんが1位に なっているんですけど私あんまりこの夫婦の印象がなくって皆さんどこで情報を知って選んでるのかなと思ったんですけれどもね、えー、その他か大悟さん北川景子さんとか、えー、田中将大さん里田舞愛さんとかねあと名倉淳さん渡辺満里奈さんとか、えー、中尾明さんな中尾明さんえっとこれ池波志乃さんとかが入ってますよ。確かにね皆さん夫婦 のエピソードを話してる印象ありますよねねえ DAIGO さんたちもすごい仲良さそうですしねうん本当にラブラブな夫婦の皆さんどんなことを秘訣にしているんでしょうねなんか私個人的に思うのはあんまりあのなんていうのかな期待しすぎないことも重要かなと思いますよ <laughs> いや新婚なんですけどね <laughs> あのなんだろう <coughs> やっぱり長く付き合っていかないといけないまあいけないというか長く付き合っていきたいのでね夫婦ってねあんまりこうこうしてくれるはずとかこう言ってくれるはずとかあんまり期待はせずにちょっと嫌なところがあってもこうここ不満だよっていうことは伝えるけど別にすぐ治ることは期待しないですね私は期待せずに何回も何回も何回も言って もも積もれば山となるみたいないつか耳に入ってくれればいいなとかいつか変わってくれたらいいなだし変わってくれればありがとうぐらいに思いますね。っていうのもなかなか変わるのって難しいじゃないですか自分の身においても。だから人から言われてもなかなか変えることって難しいことだと思うのでこう何回も何回も言った後でもこう変わってくれればありがとうぐらいに 思うことも大事かなと思ってますね。あんまり怒らずに済みますよ。<laughs> そういう気持ちでいるとね。あとはなんかあのー、こう思い入りが大切とかっていうのもね。よく聞きますけど、こう相手の立場に立てていると思わないことも大事かなと思います。なんか夫婦じゃなくてもどの関係でもそうかなと思うんですけど、なんか？ 相手の立場に立つことって大事じゃないですか相手の立立場に立って考えることって大事なんですけどでもこう相手の立場に立てていると思ってしまうとなんかいろいろ勘違いしてしまったりとか自分からの目線であの勝手な解釈をしてしまったりとかあの出てくると思うのでこう相手の気持ちを考えはするけど自分が全て分かっているとは思わないようにするとかっていうのも。 大事かなーって個人的には思っていますが、いかがでしょうか？はいという感じですね。あとね、最近あの石田一成さんの離婚騒動ありました。けれども、もまあ、離婚騒動の後にもえみたいなあの付き合いのね。お付き合いの発表なんかもありました。けれども、あのルールやばかったですよね。<laughs> あれ、本当に怖いですよね。今付き合っている方にはね。やっていないことを。 祈りますしその今お付き合いしてる方があのそんな石田一生さんを変えてくれることをね,ね願う限りですけれどもいやあんなにたくさんのねなんか朝起きて水とかねなんか帰ってきたら領収書の生産とかねああいう。うん 感じの方はねなかなかね、そりゃうまくいかないわって思いましたよね、皆さんきっとね、<laughs> うん、ああいうルールをねあんまり設けすぎると、うまくいかないんじゃないかなと思いますけれども、皆さん、いかがでしょうか、えー、そしてね、最後に AKB ファンさんからメッセージいただきましたので。 えー、ご紹介しますめぐはるなさんリスナーの皆さんおはようございますテーマいい夫婦の秘訣僕はですねよく車のナンバープレート1122見かけるけど絶対いい夫婦にしているだろうなるほど見ますか私見たことないです気づいたことがないだけかもしれないですけれどもいいですねでも夫婦仲がいいっていうことなんでしょうね車のナンバープレートなんかちょっと喧嘩した後でもあのすぐに これ見てあって思うかもしれないですね <laughs> 相手の車見てあいい夫婦にあのしようって誓ったのにみたいな <laughs> いい考えかもしれないですね AKB ファンさんありがとうございます、えー、ということで、えー、今日エンディングにお送りしているのは西野カナの Dear Bride お送りしていますこれもね最近から結婚式の定番ソングになってきていますねこれはあの結婚する友達に向けて歌った 歌で私も余興なんかでも使ったことがある曲ですね、えー、こちらも楽しんでいただきたいと思います、えー、それでは皆さん今日もメッセージやリクエストありがとうございましたこの後10時からはグッドモーニングコザ、11時からはコザジラバ、12時からは昼ラジ水曜日はやっこベイビーマイタイムをお送りします今日も1日 FM コザでお楽しみくださいということで FM コザから見えるお天気ざーっと大雨が降り出してきましてわこれから 私帰るの大変そうだなという感じですけれどもね、えー、皆さんこれから出かける方は傘を持ってお出かけいただきたいと思います、えー、それでは11月22日いい夫婦の日水曜日のマイオアシス今日もメールやリクエストありがとうございましたお相手は小戸春菜でした明日はゆみちゃんが登場しますよそれでは皆さんハバハッピーウェンスデハッピー夫婦の日バイバーイ